はい、ありがとうございます。先ほどまでは内田さんの海外に興味を持ったきっかけから、インドの大学院でどういうことされてたのかっていうところと、どういう生活されてたのかっていうところをお話しいただいたと思うんですけど、ちょっとこれから大学院卒業されてどういう道を歩まれたのかっていうところをお聞きしたいなと思ってるんですけど、まず最初インドの大学院卒業されてからどこに入られたんですか？ちょっとかぶってるんですけど、自分で起業しまして。あ、そうなんですね。そうなんですよ。でそれは何をやったかっていうと、人材紹介会社をやってまして、主にインド人エンジニアを日本の企業様に紹介するっていうことをやってまして。そうなんですね、はい、それ何年前ぐらいですか？2017年とかじゃないですか、ね、早いですね。なんでちょうどなんか高度人材とか、技術派遣1号2号みたいなの新しくできてきて、外国人をどんどん日本に入れましょうっていう風潮があった時ですね、実際どうでした？いやー難しかったっすね。まあエンジニアのレベルは全然気を取らないじゃないですか、ただそこ柔軟性ですよね、適応力というか。日本のそうですね、人材紹介会社何かっていうと、転職者キャンディデートの人たちを日本の企業に紹介する、その時に年収のうちの何パーセントもらうっていうのと思うんですけど、そこでやっぱり両者がマッチングしないんですよ。日本側の予想とインド人側の予想と両者が何も分からない状態でやるので、技術レベルとか、日本語レベルとかもこっちは求めてくるし、インド人側はもっと高い給料を求めてアメリカと比べて安いじゃないかみたいな感じの話、日本語喋るのめんどくせえよみたいな、このマッチングがねやっぱりうまくいかなかった。まあ確かにそれはありますよね。難しかったですね。確かに、まあ日本の会社は特に日本語レベルを求めますからね。求めますねそこはやっぱ難しいところですね。じゃあその後は何されたんですか？その後に地域おこし協力隊っていう、総務省が年間400万円ぐらい出して地域に貢献して地域で何かしてくださいみたいな感じの3年なんですけど、任期、1年ぐらいやって。あ、そうなんですね、はい、じゃあ地域おこし協力隊でどこに行かれてたんですか？これがね、北海道の白老っていう町で、はい、でそこが苫小牧の横なんですけど。やばわかりますか？やばそのえ出身北海道ですか？あ、僕出身北海道。そういうことですね。白老も僕の地元の町なんです。そうなんですね。やば、 そこで何するんですか、地域おこし協力隊。これがですね、結構いろいろやった方なんですけど、今考えればめちゃくちゃいっぱいやったなと思って、まず飲食店をやって、サメとかシカとかの狩猟免許取って、シカのハンティングもしたし、サメって寒い地域に出ないイメージなんですけど、温暖化が進んできたら北の方もどん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 暖かくなって、サメが出るようになっちゃって、あ、そうなんですね、名産品が食われるっていう時代になってて、サメの捕獲事業っていうのを市と道でやってたんですけど、それで使い方わかんないから捨てたんで、その肉をどうやって使えないかみたいな感じでやったりとか。サメの肉、サメ肉やば、甘いですよ、タンパクで。本当ですか？低カロリーですよ。へー、鹿肉もやってたし、あとはウェブサイト作ったりとか、動画制作したりだとかやってましたし、いろいろやってましたね。なるほど。じゃあ地域おこし協力隊ではそういうことをされてらっしゃったってことですね。そうですね。で、まあ、1年って先ほどおっしゃってましたよね、でその後どこ行かれるんですか？その後ですね、そもそも地域おこし協力隊やったのも自分で事業を起こしたいっていうことだったので、ただ自分で見えてる世界狭いなと、いろんなそのスタートアップの環境見たいなと思ってて、でそういう時にその投資業いいんじゃないか、ベンチャーキャピタルっていうのを知って、これだったらいろんなスタートアップがどういう活動してるのかって、どういう領域でやってるのかってのが分かるので、入ろうと思って、それで人材系のベンチャーキャピタル CVC ですね、俗に言う、入りまして、そこで大体1年弱ぐらいかなを働きましたって感じですね。あ、そうなんですね、はい、CVC ってちなみに何の略なんですか？これはコーポレートベンチャーキャピタルの略 でベンチャーキャピタル VC と CVC が何が違うかっていうと、お金の出先が違うんですよ、大きく言うと。お金の出先が CVC の場合は事業会社からお金が降りてる、もちろん他に LP がいる場合があるんですけど、あって、でその VC はそのいろんな会社からお金を集めて、それを投資を運用するっていう形なので。なるほどなるほど、そこが大きな違いですね。なるほど。じゃあ実際そこってどういう働き方なんですか？僕はその入ったばっかりで何も分からなかったので、基本的にやされるアソシエイトって呼ばれる仕事で、よくやることっていうのはソーシングっていう、自分たちが投資できる領域のスタートアップを調べて集めてアポイントメント取っていくのをソーシングっていうんですけど、ソーシング業務と、あとまあリサーチ業務ですよね、この業界どうなってるかとか、このスタートアップどうなってるかっていうのは、ソーシングに入るんですけど、まあでもそれが結構主な仕事になってくるのかな。あとは資料作成とか。それはじゃあ基本的には日本のベンチャーとか日本のスタートアップ企業っていうのを対象にしてました。人材系の CVC の時は海外も見てましたね。あ、そうなんですね、はい、海外とかだとどこを見ることが多いですか？アジアですか、やっぱり。その時の方針によって決まってて、この3年スパンではここ見るみたいなところで決まってて、でこのところを見るのであれば、じゃあどこを投資しなきゃダメ、どこを見なきゃダメかって結構必然的に分かれてくる。なるほど。じゃあその時はどこをアプローチされてたんですか？僕は勝手にインドにアプローチしたんですけどなるほどね。基本的には、まあでも東南アジアの方、その人材っていう面で見た時にやっぱ人口が多いところになります。
なるほど。そこは特に分野とかは問わないんですか？僕らのとかは人材系だったので、はいはい、HR テックのみですね、はい、あ、そうなんですね、はい、実際ちょっともう少し深掘りしてみたいなと思うんですけど、 CVC がさっきソーシングって言われてるものとか、その後リサーチとかしたり、まあ、アポイントから実際に投資までつながるときってどれぐらいのコンバージョン率なのかなと思ってるんですけど、どうつながるかっていうのが3つあって、はい、1つがまあ投資決まりますと、うんうんうん、2つ目が M&A で、まあ、投資から M&A もあるんですけど、はいはいはい、まあ、大きく2つ目 M&A、 3つ目が協業っていう、例えば一緒にセミナー開くとも協業だったりするんですけど、この3つがあって、はい、投資に関してはやっぱり 5% いかないですよね。 1% とかじゃないですかね。ああ、そうなんだ。じゃあ100社アプローチして1件あるかないかみたいな感じですかね。そうですね、そうですね、アプローチしてからだとそのぐらいだと思いますね。なるほど。 1-2% じゃないですか。じゃあもうお金だけを上げるっていうのはあんまり多くないってことなんですね。そうですね、 CBC の中ではあんまり多くないですね、うん、実際千田さんがそこに勤められてた時に海外のスタートアップ企業と、うん、そこの CVC が制約したことって見ました？実際海外とはないですね。あんまないですね。なかったですね。制約した、投資したってことですね。はいはい、ないですないです。あ、そうなんですね。じゃあ日本っていう観点で言ったらありましたか？日本は一社ですね、ありましたね、うんうん、どれくらい勤められてました、その CVC のところって？1年ないぐらいだったと思うんですけど。そうか、それで1社ぐらいしか見てない。見てないですけど1年でその1社だけだった。やば、相当大変だねこれ。これはでも CVC によりけり、僕らその CVC は6年7年ぐらい経ってたので、はい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 、結構古めのところだったので、目的としてもいろんな目的あるんですよ。 R&D として投資するとか、あとはキャピタルゲイン、お金を得るために投資をするとか、うん、あとは M&A のためとかいっぱいあるんですけど、うん、で僕らのケースは結構 R&D 投資40社ぐらい投資したんですよ。40社で投資したのかな。だから結構 R&D 投資が大きな目的だったんですけど、うん、そこがちょっと終わってたので、投資する必要あるっけみたいになるじゃないですか。なるほど、確かに。ちなみに R&Dって何ですか？リサーチ&ディベロップメントっていう開発に関することとか、うん、そういうことでよく言われたりするんですけど、うん、CVC とかで投資する目的で多いのが R&D 目的っていうんですけど、自分たちが知らない領域に対して投資をして、それをリサーチしたり研究するっていうので R&D ってよく投資ってよく言いますね。ああ、なるほどですね。じゃあそういったところの投資が多かったって感じですかね？そうですね、その目的の投資が結構多かったので、うん、なるほど。人材系の CVC っていうところではアソシエイトっていう形でソーシングからリサーチまでやって、全体から見るとR&D の投資っていうところがアプローチが多かったって感じですかね。そうですね、うん、ありがとうございます。そこから次はベンチャーキャピタルにまた移られるんですよね？そうですね、次移ったのがブロックチェーンによく投資をしていたベンチャーキャピタル、はいはい、これも CVC なんですけど、なんでここ転職したかっていうと、投資ができなかったんですよ、その人材系の CVC で、はい、結構投資ができなそうだなっていうふうに思ってて、でブロックチェーン系の CVC だったら多分投資ができるっていうふうに言われてて、で誘われて、はい、そのメンバーの人からいいじゃんと思って投資できるんだったら、はい、でそれこそのブロックチェーンにもかなり2018年ぐらいにインドにいた時にもリサーチペーパー書いてて、イーサリアムに関してとかも書いたので、はいはいはい、すごい元々興味があって、なおかつそこで投資ができるってことで来ましたね。なるほど。ちなみに転職されるわけじゃないですか、その時ってブロックチェーンのことって結構知ってた感じなんですね？若干知ってたんですけど、ブロックチェーン業界めちゃくちゃ流れが早くて、はいはい、当時2020年で転職したんですけど、その時がもう本当様変わりしてて、僕が調べた時と、はい、ほぼゼロっすね、知識的に。なるほどね。基礎はあったんですけど多分、はい、それでもですね。実際それはブロックチェーン業界に対してのスタートアップ企業に対して投資をする？そうですね、まあ、ブロックチェーンの CVC って言ってるんですけど、特徴を捉えただけで、はい、いろんなところに投資をしていて、ブロックチェーンも投資をしてたし、インフルエンサーマーケットとかも投資をしたし、で D2C も投資してたし、はいはい、そんな感じでいろんなところに投資をしてた。 2C 向けの会社に流行りの業界を全部抑えてた感じですね。 2C 向け全般見てましたね。そこは日本も海外も？そこは日本だけでした。日本だけなんですね、はい、なるほど。そこで楽しかったこととかってどんな感じなんですか？基本楽しくて、やっぱその基本的に新しいことをしようとしてたちの発想とか、うん、サービスっていうのはそれだけで知的好奇心満たされるというか、うんうんうん、あ、こんなサービスなんだこの業界でみたいなのが満たされるので、はいはい、そこが一番楽しいですね。なるほど。ちなみになんですけど、ブロックチェーンのところの CVC っていうのは基本的に投資する額は億単位ですか？これはチケットサイズって僕ら言いますけど、3000万から5000万がチケットサイズで、あ、なるほど、1回で一番多くて1億、うん、まあそれ以上も投資することあるんですけど、だいたい3000万から5000万なので、シリーズ A って呼ばれてる結構日が浅いスタートアップに投資することが多かったですね。じゃあそこが多かったんですね。そこが多かったですね。まあ、ってことは投資をする額っていうのも1億未満ぐらいですかね？そうですね、1億未満ぐらいで CVC をアプローチしてたって感じなんですね。そうですね。なるほど。じゃあそこから次また違うところ行かれると思うんですけど、うんうんうん、次が今しているところですよね。あ、そうですね、今しているところようやくなんですけど、やっぱり軸として変わってないのは自分で事業をやるっていうところと、うん、あとは投資系、まあ、いわゆるマクロ的にどういう事業をやってるのかっていうところを見るっていうところは自分の軸としては変わってないけど、ね、そうですね、そこまで変わってないですね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の動画では本題
題と誰の今何をしているか、はい、っていうところをお話しいただこうかなって思ってます、はい、この動画面白いなと思ったりだとか興味を持った方に関してはグッドボタンを押していただいてチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。